ジャッジが第40号ホームラン101打点目、超特大弾、飛距離 145.3 メートル、打球速度189キロ。シーズン成績109試合。打率3割1分8厘本塁打40本打点 101OPS11 割4分6厘。バケモンすぎるやろ。どんだけ打つねんわらわら。大谷今年に関してはな、リーグ移籍してよかったな、リーグいたら MVP はきつかったな。打点やばすぎわら。40号の節目に100打点達成して、とんでもないホームランを放つ。これぞ最強打者って感じだわ、すごすぎる。もうシーズン終了しても十分なほどの成績、現代最強バッター。頑張れジャッジ、また60本いけるかな。シーズン終わった後の成績で草。なんだこの化け物は。ジャッジはシーズン40本台というのはないんだよね。40本以上打ってる時は50本台と60本台だから。シーズンを最後まで健康体で過ごせれば、常にその水準の数字を出せる恐ろしい打者。世界一の選手は格が違うわ、また60本打ちそうやな。惑星最強の野球選手やな。ジャッジエグいな、ほんま。ほんま怪我さえなければ最強打者やな。今年も60本いくんか？ナリーグなら余裕で三冠王。300本くらいしか打ってないのが意外や。ナリーグなら余裕で MVP 取れる奴らがこいつのせいで取れなくなってる。MLB の中で頭一つ抜けてるな。MLB ナンバーワンだな、ジャッジこそ最強。史上最強打者やん。マジで怪我だけは気をつけて。全打席敬遠した方がマジで良いんじゃね？データ詳しいやつ教えて。やっぱすごいな、いつ見ても量産体制だ。よりにもよってこいつが大谷と同時期に出てきてしまったのがな、大谷にとっては本当に運が悪い。どんだけ打つねんてえぐすぎ。